出張仕事人図鑑109回目のゲストは精神科医にお勤めの、社会福祉士坂間隆さんです。坂間さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手で、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずですね、早速ですけど、今坂間さんを社会福祉士ってご紹介させていただいたので、社会福祉士に対してどんなお仕事なのかっていうことをまずお話ししていただいていいですか、ね。はい、社会福祉士というのは、世の中にこう困っている人がいたりした時に、その相談に乗ったりしてですね、その問題を解決していく、ざっくり言うとそうなんですけど、社会福祉士ってこう勉強をしてくると、どうしてもこう高齢者の相談員みたいなイメージを皆さん持ちがちなんですけど、ただそうではなくて、施設の中で働いていても、地域 の, その相談員、高齢者や障害者や、子どもの相談員をしていても、そういったこう悩みや相談を受けて、それをまたこう社会に発信して社会を変えていくとか、その問題が起きている部分に介入をして、そこの環境もすら変えていく、そのようなこう作業をしていく、それが社会福祉だろうなってこうやっていて思うっていうことですね。なるほど、なんか社会福祉士っていうと、いわゆるソーシャルワーカーってね、言われて、なんか相談員っていう感覚がやっぱり私の中でも強かったんですけど、実際お仕事やられて、そこの部分ももちろん土台にありながら、そこからまた発信していくみたいな。そうですね、やっぱこの社会福祉士 の,、資格をこう取得をすると、なんていうのね、こう施設の中で働いていると、私社会福祉士の仕事してないと思う方、結構いらっしゃるんです。やっぱりそうではなくて、そのケア、直接のケアワークをしながら、その向こうにあるソーシャルワークをしようとか、相談員もですね、このケースワーク、その相談に乗っていないという、そのケースワークをしながら、さらにその向こうの広いソーシャルワーク、社会に向けた仕事をしよう、それが社会福祉士の、自覚というか、この使命になってくるのかなと思います。なんかもう最初からちょっとお話聞いただけで、なんとなく私の中でワクワク感が、本当に正直出てきて、ちょっとこれからいろいろね、ちょっといろいろお話を伺いたいなと思うんですけども、まず私実は、皆さんご存知でしょうかね、これフェイストゥフェイスっていうのが出されてますよね。この88回目ですか、これ坂間さんですよね、これは私、拝見させていただいて、なんかすごいね、感銘を受けたと言いますか、すごい興味を持ったのが事実なんですね。で、坂間さんはお若いじゃないですかね。おいくつでしたっけ、失礼ですか。今35。35歳。なんかすごい私としては人間力を感じながら、で、私も本当にその坂間さんのも親の世代なので、坂間さんは一体どんなその幼少期というか、過ごされてきたのかなってちょっと興味も持ったんですね。小さい時ってどんなお子さんだったんですか。小さい時、何か興味があったとか。はい。本当こう一般的な貧しい家庭の子供でした。中流ちょい下ぐらいの子供で、もう親も当時はですね、父親もトラックの運転手をして、で、母親もこう新聞配達とか弁当配達とか。して、なんとかそれでこう生計立てて、こう暮らしてくるっていう、本当にもう何でもない一般の家庭で、そこにこう何かこう、なんていうの、例えばこう親が福祉の仕事していたとか、保育士だったとか教師だったとか、そういったことはもう全然なくて、ただ本当に今お母さん新聞配達もやってらっしゃったって言いましたけど、そういうふうにお母さん朝早いですよね、そういうふうなやっぱりその親御さんの姿をなんか見てたっていうか、そういうのありますよね、影響というか。そうですね、母は幼稚園の頃、僕は幼稚園ぐらいの時に新聞配達をしていたり、あと何かこの販売でこう動いていたので、朝は早朝出かけていくのを泣きながら追っかけるとか、で、昼間とか夕方何か配達がある時は自転車の後ろにこう乗っかって、坂間さん自身がね、母が乗って、お母さんが、自転車こいでいるのを後ろに乗ってついていって、で、この訪問する先々でこのお菓子をもらって、で、
丸々太った子になったんですけど。丸々、あ、そうですよ、ね。すごいシャープですよね。小学校では肥満児。そうなんですか。まんまると、まんまるさんだったんですね。はい、あ、そうですか。小学校の時とか、じゃあその幼稚園とか小学校の時とか、なんかどんな遊びが好きだったとかってあります？なんかすごく遊び、運動が好きとか、山で駆け回るとか、それがもしくはなんか家でなんか自分の世界でなんか遊ぶのが好きとか。なるほど。小学校のそれこそ高学年までは肥満児だったので、運動とか嫌いですよね。体育も嫌いだし、動くの嫌いっていうことで、なのでまあポテトチップス食べながら、ファミコンやってるとか。ポテトチップス、ファミコン。そうですね。なんかちょっとその方向性に行くようなダイエットを頼んでね。でしたね。で、あとまあ姉がいたので、姉と一緒にまあ兄弟で遊んだり、泣かされたり。お姉さんとはいくつ違いなんですか？2つ違い、はい、ですね。それで、まあ、あとは、ですね、まあ、近所のお兄ちゃんたちと、この外で遊んだりとか、あとはその今住んでるところは結構こう林がいっぱいあったところだったので、近所のお兄ちゃんと一緒に林の中に入ってって秘密基地作ったりとか、そんな遊びはしてましたけど、基本的にはこう動きたくないっていう。でもそれが、いつ頃こんなシャープな方向性体質が変わったとか、何かのきっかけで、肥満児から脱したみたいな。小5、小6ぐらいで、背がぐわっと伸びたんですよ、今ぐらいまで。そこら変わっちゃったんですけど、で、伸びた時にやっぱ体重変わらなくて背だけが伸びたんで、だんだんこう普通ぐらいの体型になって、そしたらですね、走るのも楽になるし、運動するのも楽になるし、でして、どんどんいろんなことできるんですよ。できなかった坂上がぐるぐる回れるようになったりとか、足も遅かったんですけど、急にこの前の方を走れるようになって、で、そうしたらこう、今度運動するのが楽しくなってきて、なんかずっとこの走ったり、懸垂したりっていう、そういう遊びにこう変わっていったら、やっぱどん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 こう、運動体質になって、そうですか。でもそれだけ一気に身長が伸びると、なんかすごい骨とかも痛くなかったですか？経験なかったんですよ。それは何？経験したかったです。成長痛を。私なんか本当に今でもちょっと小柄というか、まあ今度明るいんですけども、私も成長痛を経験したことがないので、そうなんですか。今ね、お話が出て、きっと成長痛をすごい経験されたんだなと思ったんですけど。なかったですね。そうですか。で、168、9ぐらいなんです今。で、小学校の高学年でもそれぐらいまで伸びたら155ぐらいはあったんで。じゃあもう小学校の時、なんか写真を、例えば卒業式の写真撮ると一人なんか大きいって感じじゃなかったですか？まだでかいのはいたですよ。いたですか？ぴょこっと。へぇ、そんなにこう、クラスの中でもまあ大きい方っていうぐらいで、まあそのぐらい背だったんで、これ175はいくなとか思っていた。そう、勝手に思ったんですけど、思ってた。全然伸びず。そうですか。でも一気に伸びるってことを、ね、それでこんなスラッと本当に運動体質になるっていうのは、なんかあれなんですね。別に痩せなきゃいけないとか、ダイエットが必要だから究極にやったとかではなかったんですよね。ではないですね。いつの間にかとね。努力が嫌いなタイプなんです。そうですか。地味な努力が嫌いなタイプ。でもなんかちょっとそれ、そう言われてちょっと救われますね。そうですか。ありがとうございます。では、じゃあ中学校なんかの時はやっぱり部活は運動とか。そうですね。はい。バレーボール。バレーボールやってて。で、高校で、そしてこちらで、ね、先ほど言ったフェイストゥフェイスでも拝見させていただいたんですけども、大学は福祉大学行ってますよね。はい、とするともう中学校とか高校あたりから、その福祉ってものに対する目線というか、そういう考えがあったんですか、思いが。思いがあったかというと、そんなになかった。なんです。その一般的な中学生でしたし、大体年頃になってちょっと、やんちゃな風な感じになってみたりとか、まあそこそこ普通の勉強をしてとか、だったので、
あまりその福祉とか、うん、そういうイメージはなかったんですけど、うん、たまたまその近所のおじさんとか同級生に誘われてボランティアに参加したりとか、うんはい、それはいつ頃ですか？中学生の頃から、中学生の頃から、はい、でその頃からそういった地域のボランティアにはよく参加してたんです、うんはい、例えばどういうボランティア、まあ、そういうジュニアリーダーとか子供会とか、はい、子供会のね、うんはい、でそのジュニアリーダーもその福祉とか、うん、その人のためになんていうのではなくて、うんうんうん、それがあるとこの夜定例会議とかの会議が月に1回とか2回とか、はいなんですよね、うん、そうするとそのこう堂々と夜出かけられる、で仲間と会って、うんこのまあ、おしゃべりしたり、うん、でジュース飲んだり菓子食べたりしながら、うん、楽しく過ごして、うんうん、帰ってくるっていう塾とかその勉強でないし、うんうん、本当なんでもない、うんじゃあ同じくらいの年代と大人とっていう感じですか、はい、あ、そうですそうです、うんはい、そうですね、大人もいることってそうですね、はい、なんかそうか、堂々と夜遊びが堂々と夜遊びみたいな、うんでねはい、で結構楽しく結構楽しくですねそのボランティア活動されて、はい、だからキャンプなんか行っても昼間はわーっと遊んでればいいですし、うんうんうん、で夜は夜でまた、うん、この地域のおじさんおばさんたちと、うん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 まあ、夜ちょっとバーベキューポンドで美味しいものを焼きながら、うんうん、わははーって言ってこう、そうそういうのが楽しかったんですなのでそれをこう、中学校時代でずっと、うん、中学高校と続けて、はいうん、来ましたあ、うん、でも本当にそこでやっぱり人と関わるっていうことが、はいうん、その楽しいっていうこともそうでしょうけどなんか自然にそれが坂本さんにとっては当たり前のように関わることが、うんはいもういわゆる習慣って言ったら何て言ったらなんかちょっとどういう言い方がいいかわからないんですけど、うん、もうそれがいわゆる当たり前になってたっていうかいつの間にか身になんか人と関わって何かするっていうことが自然体になってきたっていう感じですかね。そうですね。はい。でもそういう中でじゃあ、うん、あえて、うん、やっぱり福祉大学っていうのは一つの特殊じゃないですかね、うん、一般大学からやっぱり福祉専門じゃないですか、うんあえてそこを受験しようっていうか、うん、そっちの方向に行こうと思ったのはどうですか、うん、不真面目だったんですよ。え、そうだね。不真面目で、まあ、もうさっきも言いましたけど、うん、うちそんなにこの裕福な方ではなくて、親もそんなに学歴があるタイプじゃなかったので、うん、ずっと中学校出たらお前働けよとか、うん、高校出たら働けよって、うん、ずっと父親がポロポロって言ってたので、うんうんうん、あ、じゃあ高校卒業したら就職するかと思ったんですよ、うんうん、でも僕行ってたところ進学校だったんで、うん、就職ってほとんどいない学校、うん、で、うん、3年の終わりぐらいにセンター試験の申し込みっていうのがあって、はい、でそれをこうホームルームの時にマークシートみたいなこう申し込みを書くからあって、うん、でみんな一斉にこう書くんですよね、うん、で、ね、自分もそれが普段やっている模試の申し込みだと思って、はい、一緒に書いて出したら職員室に呼ばれて、で3年部の先生にこう囲まれて、あ、坂間大学行くことになったんだ、よかった、わーみたいな感じに。そう、勘違いかな。で、いや、受けませんって言うんですけど、うん、いや、だってこれ出したじゃん、うん、これ大学行く人が受けるんだよって言われて、いや、わかんないけど、っていうそんな話をこういろいろしていった時に、その先生方はやっぱこういろいろこう口説き文句を言うわけですよ、大学はいいぞっていう話を、日本の勉強ができるぞとか、いろいろ言う中でそのある先生が、いいか坂間、もう大学っていうのはな、社会に認められて4年間堂々と遊べるんだぞって言ったんですよ。それにもう胸を打たれて、大学行きますって、その一言。そうそう、その先生すごいな、社会に認められてね、堂々と遊ぶ4年間、うん、堂々と遊べるんだぞ、うん、で、あ、じゃあ大学大学行って、遊べるのって、そこまでコロッと決断、そうそう、はい、で、そしたらこのボランティア活動をしていったのを知ってた先生が、うん、それじゃあ日本福祉大学でいいんじゃない、うん、ってそういった活動もしたし、あ、そうですか、うん、だから僕大学調べとかしてないんですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、そう、うん、じゃあよくわかんないけど、うん、じゃあそこなんか、これって言うと、すみません、不純でごめんなさい。いやいやいや、違う。でも、不純っていう以上に、なんか、やっぱりもう役目ですかね、坂間さん。なんか、生まれながらにして、君、うん、君、ここにみたいな。その、まあ、大学もそうですし、うん、その、チャコを入るときのボランティア活動もそうですし、実はこの就職なんかもそうなんですけど、割とこう、
こう周りの人たちとか周りの大人がすごくいい道を僕の前にいつもこう用意してくれるっていうそんなイメージが小さい頃からまあずっとあっていい人たちが来るしいい道を用意してくれるきっと用意したくなるよう な、なんか吸収力がある何かをやっぱり周りの人たち感じたんでしょうねどうなんですかねなんかなんていうんだろう素直さというか何か、あんまり物事もそんなにそのなんか斜めに見るタイプじゃないでしょ意外とそのまま言われたことを吸収あそうかって思っちゃうようなタイプそうかって思いますけど、ものすごい斜めに斜めに見る、はい、あ本当にまず疑ってかかるまず疑ってかかる人間は信用してます人間は信用してる人間のことは信用してるんですけ けどそれが本当に正しいかどうかとかこれがいいよって言われたものは、本当にそうっていうところからこう入りますね、あでもそれって物事をちゃんと冷静に見る目があるってことですよねどこかで俯瞰してる、自分自身もだからどっかで、だから感情で動いてどうこうっていうよりも、自分の感情が、もちろん感情があるでしょうけど、あ、これいいと思う自分とか、なんか思うけども、どこかでそれすらも俯瞰してる自分がいるっていう感じなのかな。そうなんですかね。そうなんですかね。どうなんでしょうね。いや、でもなんかそういうふうにね、今先ほど就職もそうだったっておっしゃってましたけど、じゃあ就職ってどんな感じだったんですか、就職するときも。大学時代不真面目だったので、なんか不真面目って言葉がなんかすごいなんかだんだん快感になってきますね。いい言葉ですね。この、まあ4年の終わりぐらいまでこう卒業のための単位を取らなきゃいけなくて、で、まあ、それをしてたんで就職活動なんかしてなかったんですよ。で、まあ実家の方に帰って、夜吉野家でバイトでもすりゃいいや。誰かが考えよう、うまい、安い、早い、そこでまあバイトしながら、結局に暮らしていけばいいやっていう、そんな思いでいたんですけど、大学4年のもう終わりの1月ですね、に就職課っていうところが大学にあるんですけど、大学4年の終わりの1月、はい、本当に終わりですよね。本当に終わりです、に、その大学からこう電話がかかってきて、坂本さん、あなた就職決まってませんよねって言われて、で僕も結構本当不真面目だったんで、うるせえよって電話で言ったら、やかやかのために、なんでよかったんで、正解だけでいいですよね。そしたらもう就職の話がもうなるよと。で、児童養護施設、愛知県内の児童養護施設で、求人が急遽出ました。で、だから話を聞きに来てください。で、1月もそんな時期だったんですけど、僕この卒業がかかったんで、その日たまたま大学にいたんですよ。他の4年生はみんな休んでますけど。で、いたんで、じゃあ今から行くよ。ちょっと偉そうに行って。偉そうに。で、そこのところにいたら求人票を見せてもらいながら、その特別指導員っていう枠で、で、その、なんですかね、ちょっとこう、特別な資格というか、この変わった資格、レクリエーションの資格とか、スポーツ指導員とか、その、一般的なこの福祉の資格、プラスアルファのものを持っている人が応募できる枠っていうのがあって、で、それを持ってらっしゃった。そうですね、で、僕、レクリエーションの資格を。があったので、そうですか、で、それでまあ、該当すると。で、それに該当する人で就職決まってない人を愛用順に上からめくってったら、坂本さん、なんだろうかって言われて、赤さでした。そうそう、なんかいいんだか悪いんだか、よくわかんないですけど、まあ、そうですか。で、まあ、そこでこうもらって、どうするって言われた時に、当時付き合ってた彼女がですね、やっぱ愛知県の人で、結構下だったんですよ。でも就職こう近くなるのとか、この卒業の前ぐらいに、あんたは私を置いて静岡に帰るのかってことをちょこちょこ言われてたんですよ。いや、これは少年、愛知県内で就職活動してるふりでもするかと思って、で、じゃあ行きます行きます、で、そこに面接に行ったら、愛知県内の施設なんですけど、まあ、施設見学をして、そこの施設長とお話をして、で、まあ、坂本さん、あなた、野球はどこが好きだね、
うん、んで、ジャイアンツが好きです、愛知県なのに、中日じゃなくて、ジャイアンツが好きですって言ったら、もうアパート決めていいかな、決定って言われて、本当にジャイアンツで決まった、ジャイアンツで決まりました、園長が中日ファンじゃなくて、ジャイアンツファンだったんです、すごい、で、こっちも、あ決めていいよみたいな、ものすごいマッチングですよね、はい、そうそうそう、就職ってこうやって決まるんだって、もう世間一般的に。には違うはずなんですけど、そんな決め方があって、それでワクワクしますね、ワクワクしますね、はい、じゃあそのまま愛知県に、そうです、あの静岡の方の吉野家じゃなく愛知県に行くことになった、はい、じゃあ彼女もあのあよかったみたいな、あそうそうそうですね、その時、はい、もしかしてじゃあその彼女さんが今の、あそれ違う失礼しました、じゃあちょっと別の話にしましょう、はい、申し訳ありません、じゃあそこでそこでじゃあ、仕事をなされて、はい、児童施設でした、児童養護施設でした、そうです、児童養護施設、はい、大きい大社制といって、大きい建物に、今子供がこういっぱい暮らしているとか、そういう、まあ、昔ながらのでっかい施設で、あの、はい、じゃあ児童養護施設、それでその時も卒業されたの、福祉大学を4年間、はい、4年生ですよね、はい、そうですね、4年間福祉大学を卒業すると、はい、あのいわゆるその今でやってらっしゃる社会福祉士、はい、国家資格ですよね、はい、受験資格が得られますよね、そうですね、で、じゃあその時にもう高校卒業、あ大学卒業と同時に社会福祉士の資格を持って入られた、いや違うんですよ、あ社会福祉は取ってない、その時は取ってない、はい、あ取ってなかったですか、はい、真面目な学生さんは真面目というか、大体この多数の学生さんは社会福祉士に必要な実習をしたり、社会福祉士に必要な科目を履修して、で受験資格を得て、で、まあ、大学4年の終わり終わりに大体に試験を受けて3月に合格発表、うん、こういう流れなんです。だいたい、まあね、だいたい3月合格発表ってなります。僕の場合は、指定科目を履修していないとか、指定科目を履修していない、履修していないとか、あと、社会福祉施設の実習も一回も行ってない、一回も行ってない、はい、おまけにこう卒業の時、卒論も書いてないっていう三拍子そろってごめんなさいね、笑っちゃって、はい、なので、社会福祉の受験資格を持ってなかったんですよね、その実習してないっていうのと、実習をしてないっていうのと、なので、僕の場合は就職してから何年かして、で、あそろそろ社会福祉士取っておいた方がいいんだろうなっていう、なんとなくの感覚で、自分の中で湧き上がってきた感覚だ、そうですね、はい、これ、勉強しようとかではなくて、実は結構こう、なんでしょうね、こう下心に似たようなもので、ある時こうラジオで、高齢者施設かな、その何かな、何かでも、資格要件に社会福祉士を入れていくっていうのを、2014年か15年ぐらいにこう、聞いたのもちょっと覚えてたんですけど、あこれからは多分取った方が、この仕事選びに有利なんだろうなみたいな、そんなイメージはあったんです。で、まあ、それから何年かしてから、もうぼちぼち時代も変わっていくだろうから取っといた方がいいかなっていう、なんとなくなんとなくなんとなくで直感力があるんですかね。でそれから、受験資格持ってないですから、福祉系の大学を出ても一般大学卒と同じ扱いなので、そうしたら、養成施設っていうのを通って単位の取り直しをしなきゃいけないんです。ああそうか、はい、で、でも、福祉施設で働いていたので、実習の必要はもうないんですよ、実務経験で、なので、まあ、基礎科目と専門科目の勉強を、その養成校って通信制の、はい、学校になるんですけど、何年間かって感じですか。そうですね、1年半とか1年9ヶ月とか、で大体やって、その2年目の時の最後に試験を受けて合格発表になるんです。なるほど、はい、ということは例えば社会福祉士の資格を取りたいっていう方がいた場合、はい、専門の福祉大学を卒業するしかないんじゃなくて、もし専門の福祉大学を出てらっしゃらなくても、はい、他にも受験資格を得られる道筋があるっていうことですか。あそうですね、はい、短大卒でも、卒
そうですね、一般大学卒でも、あと、実務経験だけ、なんか高卒かな、うんうん、とか専門学校卒とか、うんうん、でも、はい、その履修科目と、はい、そのなんていうの、実習ですか、実習ですね、うん、はい、それをクリアすると、はい、社会福祉士の受験資格が得られて、はい、そして試験を実際受けて合格すると資格が得られる、はい、そうです、資格を取得できるという感じ、はい、あ、なるほど、はい、あ、そうですか、じゃあそれで、じゃあ先ほどの児童養護施設でしたよね、はいはい、に就職されてから、はい、その時になんか、あ、そろそろと思って社会福祉士取って、はい、そろそろと思ってちょっとしてから、うん、僕愛知県の児童養護施設を退職して、うん、で静岡に戻ってきてるんですよ。そうなんですか、はい、で静岡でだから働き始めてから、うんうん、大体、平成、そうですね、18年から精神科に勤めたんですけど、うん、18年の4月から養成校の勉強を始めて、だから仕事しながら勉強をして、じゃあ向こうの、施設に、向こうの児童施設にいたのは、養護施設にいたのはどのくらいいらっしゃったんですか？3年間3年間いて、はい、やっぱり何かのきっかけでこちらに戻ろうと思われたんですか？そう、まあ帰ってこないかっていうのは、うん、ここ、うん、親が言っていて、うん、そろそろ、ね、そうですね、で僕就職の頃なんかも、うん、親が、まあ、自分の好きなことやんなと、うんうん、まあ、この航空力も大学力も全部自由にさせてもらってたんですけど、うんうん、就職もまあ、自分の好きなことやんな、やりたいことやんな、何でもやんな、うんうん、人生なんかどこにでもあるんだから、うんうん、インド行ってもいいし、ラオス行ってもいいし、うん、何にしてもいいよ、金は出さないけどね、うん、感じだったんですけど、うん、すごいやっぱり、うん、息子さんのこと、さんまさんは本当に信頼されてるんですね。うん、そうかもしれないですね、だと思います、はい、うん、だと思います、はい、信頼してるんだと思いますね、うん、で、まあ、そうやってね、こう働いては来たんですけど、うん、こう3年、2年半ぐらいしたところで、うんうん、やっぱこの俺も弱ってくるんですね、だんだんね、うんうん、そうすると、ね、帰ってこないみたいな話がちょっと出てきて、うんうん、なので、その結構強かったんですよ。うちの父も母も割と気丈であっけらかんとしてるタイプだったんで、はい、それがなんか急にこう弱った話をしだすと、うん、あ、なんかあったのかなとか、あ、なんか、そうそう、うん、あ、そうか、やっぱり子供心に、そうそう、すごくまあちょっと、うん、心配、ちょっと心配になったりとか、はい、心配になって、で、うん、じゃあ帰るよみたいな、うん、形で、まあ、帰ったんですけど、うんうん、帰ってみたら、うんうん、まあ聞いてくれたんで、すっきりしたからまたどこでも行っていいよみたいな、あ、そうですか、そうそう、あ、そうなんですか、そんな感じでしたけど、うん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 、いやでもお父さんとお母さん安心して嬉しかったでしょうね、うんうんうん、そしてじゃあこちらに来て精神科に勤める、もうその時から今に至るって感じですか？そうですね、僕は平成18年から、うん、はい、精神科にお世話になって、うん、はい、うん、なるほど、じゃその、精神科では、うん、お仕事内容としてはやはり社会福祉士としてのお仕事という感覚ですかね。そうです ね、はい、うん、主に相談、そうそう、主に相談、はい、うん、18年からは精神科の就業生活支援センター、障害者の就業生活支援センター、うん、チャレンジっていうところがオープンしたので、そこの相談員を、うん、就労支援と生活支援ケースワークをやらせてもらって、はい、で、7年ぐらいずっとそれやってて、で平成25年からは今の地域生活支援センターセブリーで発達障害者支援のコーディネーターというのをやらせてもらってます。あ、そうですか、はい、コーディネーターというのはどういう役どころなんですか？そして、まあ、一般のご相談も受けるんですけども、うんうんうん、基本的にはそのずっとこう相談に乗って一緒に動いていくというよりかは、その相談に来られた方のこの主訴の思いとかニーズを汲み取って、じゃあどういうふうにしていくって言って、こう次につなげていくとか、あと施設と施設を、うんうん、まあ、つなげるというか、こっちの施設でこんな困ったことがあるよって言ったら、あ、こっちの施設うまくいってるよだったら、これ引き合わせてちょっと情報交換させてみたりとか、あと、まあ、施設や学校で、まあ、こんな困っていることがあるよ、発達障害のこのことで困ってますよとか、発達障害の人の支援で困ってますよっていうことがあったら、そこに行って一緒にこう会議に参加して、うん、ああしてみてはどうかな、こうしてみてはどうかなとか、うん、こんなやり方もあるよとか、そういうのこう助言ですとかアドバイスをしたりとか、うんうん、あと時々、まあ、講演みたいな形で、うん、
その基礎知識の、うんうん、お話をさせてもらったりとか、佐久間さんが、そうですね、はい、うん、なるほどね、うん、本当にじゃあその方のいわゆる支援のための広い視野のもとに、はい、うん、あのコーディネートというかプランを組み立てていくっていう感じなんですよね、はい、いろんなところを結びつけながら、坂本さん、私このフェイスとフェイスで、ね、見させていただいたときに、あれですよ ね、30代でお若いのに、あの富士の、富士虹の会の会長さんやられてますよね、はい、富士虹の会っていうのは里親さんの会ですよね、そうですね、はい、そもそもそのね、うん、そこに興味というか、そこの関心というのは、それはいつ頃から、はい、あ、里親、里親、うん、児童養護施設で働いていたので、名古屋にいた時ですか、そうそう、あの、うん、愛知県の豊橋市、愛知県の、あ、そう、ごめんなさい、愛知県ですね、児童養護施設で働いていた時に、うん、でもあの子供がいるんですが、家庭で暮らせなくなってしまった子供たちっていうのは、はい、うん、その施設はこう、まあ、常にこう60人くらいいるんですけど、で、まあ、そういった子たちをこう育てる、育てるというか、まあ、その生活の中にこう携わるものって、まあ、施設もそうですし、で、里親っていうのもあるっていうのは知ってたんですよね、うん、そこで働いていたので、うん、で、施設を退職した時にやっぱものすごいこの子供たちの別れに後悔があるんです、うん、自分はこの子たちに、この何をしてあげられたかっていうよりかは、うん、本当にここでこの別れてしまっていいのかっていう思いとか、うんうん、もっとしてあげれたかもしれないなとか、うん、まあ、まあいろんなこう、うんうん、まあ、惜しい気持ちだったり、まあ、罪悪感みたいな気持ちだったり、こうすごくこう抱えて、いたんですね、なので、まあ、こっちに戻ってきてから、妻と、のこう話の中で、まあ、奥様とはこちらに来てから、あ、前の職場の同僚だったんですよ、愛知県で、はい、あの最初にあの就職された時の同僚で、はい、でそのままじゃ奥さんも連れてこちらに来て、そうそうそう、連れてきちゃって、連れてきちゃって、はい、うん、愛知県の方だったんです、あ、そうです、愛知県の、はい、じゃまた連れてきちゃったわけですね、はい、はい、で、まあ、そこでこう話をな、よくよくしてたんですよね、その時出会った子供たちのことについてとか、今どうしてるかなとか、元気かなとか、で、まあそのような話をこうしていく中で、やっぱりこう、まあ、この里親って大事だよねっていう、ところ、あったんですよね。で、どうしてもこう施設で働いていると、はい、組織の中なので、あ、もっとしてあげたいなとか、あ、ここもうちょっと声かけたいなとかって、まあいろいろあってもできないところってすごくいっぱいあるんですよ、そうですよね、ただそれはこう里親で我が家にこう迎え入れれば、その辺はもう気にしなくていいし、自分たちのこう、まあ、やりたいというか、本当にこう子どもたちのこう思いを聞きながら、自分たちのしたいその、子どもの育ち のお手伝いが できるかなと思って、っていうことと、あとその施設で働いていた時の子どもたちも、今あの Facebook とかいろいろ SNS あるじゃないですか、はい、でこの、あの今でもこう友達申請が、来たりとか、あ、そうですか、そうやってこうつながりがあるんですよね、で、そういうのを見てるとこう、大人になっても相談できる人がいるとか、大人になってもこう帰れる家があるとか、連絡取れる人がいるとかっていう、そういうのはものすごいあの大事なことなんだななんて思っていて、で、ただ無施設よりかその里親っていう方が、うちで育った子たちがうちに帰ってくる、帰れる家があるとか、ふるさとがあるっていう、そんな感じですね、それを保証していくのにはいいのかなと、思って、で、ご自身も里親さんを、はい、してます、ああ、そうですか、じゃあもうその時、そのこちらに戻ってきて、はい、そんなことを奥さんと話しながら考えてて、じゃあまず自分たちが里親になろうみたいな形だったんですか、妻も僕もあの体がこの体の機能が弱かったので子供ができなかったんですよね、あ、そうですか、で、そういった中で妻が里親をしたいって言って、で妻と話し合いになるんですよね、で、その時にその妻には、自分たちの子供の代わりだったらやめましょうって、
話をして、うんうん、この里親をしてもいい、でそういった子どもたちがいるのも知っているし、そこに自分たちの、この、ね、このしたいことというか気づいている課題に対するその取り組みをしてもいいと思うけど、自分の子どもの代わりに子どももらうのはやめましょうという話をしたんです。でもこのやっぱ、うん、大人のための制度じゃなくて、これは子どものため の、うん、この制度でしょ、うん、でこの大人の思いだけでやっぱ子どもを、まあ預かるけど子供もらうみたいな感覚はやっぱそのこの子に対して失礼じゃないかなみたいな思いもあって、でそれでよくよくこう妻と話をして、でまあさっきも話したように、やっぱこの子供にこう、まあ、家とか一緒に暮らす人家族っていうのをこうちゃんとこう提供してあげれる、そんな里親になろうねっていうことで話をつけて、でなので10月に妻が里親になりたい、やりたいって言って、もうその11月から12月ぐらいでもう市役所に行って、手続きの書類をもらっているんで、それまでもう毎夜毎夜僕が仕事終わって家帰ると、ねやりたいんだけど、ねやりたいんだけどって言って、そうなんかその、はい、フェイス2フェイス読ませてもらった時も思ったんですけど、その、坂間さんのものみたいなその捉え方っていうのかな、視点がなんか私なんかすごいな、広く本質を見てるなって、広い視点で、でも本質をすごいちゃんと捉えてるなっていう印象があったんですね。で確かこの中に今お話の中にもありましたけど、その里親っていうのは親じゃないんだよみたいな、はい、な目線の一つですなことありましたよね。はい、児童養護施設で働いている時からやっぱりあって、児童養護施設もその家族代わりだよ、親代わりだよって僕らが就職した頃は先輩職員たちがおっしゃってたんですけど、やっぱり違和感を感じていて、この子にはこの子の親がいる、この子にはこの子の兄弟がいる、僕らは親じゃないっていうところ、そこをしっかりしないと、家に親がいて、帰れるはずの子供も、気持ちがこっちに向いちゃったり、施設に向いちゃったりすると、この子は親から気持ちが離れてしまうとか、帰れなくなってしまうっていう思いがあって、だからその、ザクッと親代わりだよとか、私が親ですよみたいな言い方をしたくないなって。で、まあ、それよりかはやっぱりどうしてもこう、人間としてこう触れ合って、接していくって、通り過ぎていくだけの人間なんじゃないかなっていうイメージがあるんです。ただ通り過ぎていくだけだけど、そのかけた言葉一つでもちょっとこう触れ合っただけでも、ものすごくその子の人生に影響を与えることもある。そうですね。なのでまあそこも真剣にちゃんとこの接しようだけど、通り過ぎていくだけの、まあ人間であるし、その子にはその子の人生があるし、その子の人格も思いもある。まあ大人の気持ちでそこを操作しちゃいけないし、この介入しすぎてもいけないなとか、この枠に当てはめちゃいけないなとか、そんな思いも、まあ、あるですよね。新種をやっぱ共にね、するわけですから、情報とかいろんなポテンシャル出てきますよね。出ます出ます出ますよね。可愛、いですよ。そうでしょう、はい、その中でもやっぱりその辺の心構えっていうものはどこかで、そうそうそう、はい、やっぱこの子供たちの人生は僕の人生じゃないっていうところですね。なのでやっぱり一緒に暮らしていればすごく可愛いですし、ちょっと、笑った顔も可愛いし、一緒にお風呂入ってる時も可愛いし、寝てる時も僕前はほっぺなんかこうプルプル触るんですけどね、子供が、そういうのも可愛いですし、で離れたくないなっていう思いなんかもこう、ありますけど、ただそれは僕の思いであって、まあそう思ってるよとかに、いうのは伝えますけど、それはまあ僕の思いであって、子供を僕の思いで縛っちゃいけない、まあ、大人の思いで縛っちゃいけない、彼らは彼らなりにその自分の親が近くにいないっていうことも成長の中で考えて、でうまいことこう消化して大人になっていくだと思うんです。だからそれをこうその子供がこう揺れ動いた時に、一緒に
この揺れ動いて悩みながら、うん、じゃあどうしていこうかとか、うんうん、こんな方法があるよとか、うんうん、そんなことをこう言っていける、うん、その大人で、まあ、そばに続けたいなと、うん、でもいわゆる 親子関係も、はい、なんかなんとかなやっぱり自分が抱えなんていうのかな、自分の所有みたいになりやすいとかじゃないですかね、うん、親子関係ってね、はい、でも本当に今お話で改めていわゆる一般的な親子関係も、はい、本当にそれぞれの人生なんだ なんて、うん、なんかやっぱ思いますよね、うん、じゃあ奥様もそういうふうな坂本さんの思いとか、うん、もうそういう心構えが必要なんだよってこともあのすごく納得して承知してそうですね、もうやっぱこう考え方が、ね、もう違うところもあるので、うんうん、もう、まあ、最初の頃は本当にもう毎晩のようにそういったことを話し合って、うん、話し合ってで、うん、今日こういうことあった、ああいうことだとか、うん、このこう周りから思われたらどうしようとか、うん、どうなこうだなんていうのを毎晩のようにこう話し合いをして、いろいろね、出てきますよね、そうですね、うん、でそういった中でこう、まあ、あの夫婦なんで、うんうん、やっぱちゃんと同じ考えを持ちながら、うんうん、やっていこうよですね、あのやっぱこう後ろもこう成長の過程で、うん、その、うん、あの他の家のこと、うん、僕は違うんだとか私は違うんだってこう気づいてくるんですよね、うん、成長の中で、ね、この産んでくれたお父さん、うん、お母さんじゃない人と暮らしていることであるとか、うん、じゃあ産んでくれたお父さんとお母さんはどこにいるんだとか、うんうん、生きてるのか会えるのか、うんうん、将来僕たちはどうなるのか、うんで、まあこの里親の子委託って18歳まで、うん、の施設と同じで、うん、じゃあ18歳以後の人生僕たちはどうなるんだとか、うんうんまあ、いろんなことを子どもたちもこう考えて、うん、で、うん、その、まあ、気づいたお料理にそういったことをこう口に出していくわけですね、うんうんうん、でそのたんびにあのやっぱうちの妻なんかも、うん、あの私はこの子の本当の親じゃないんだっていうところで、うん、こう揺さぶられるというか、うん、打ちひしがれるんですね、うんうんうん、こんなに思ってこんなにやってるのに、ね、だけど積み重ねてきた時間がありますもんね、うん、だけどこう制度上、うんうん、この法の上ではやっぱり親じゃないっていうのをこう突きつけられる、うんうん、でそういった時にやっぱ妻もそうなんですけど僕もやっぱ辛い思いをしてるんですあんたは平気そうにしてるけどって言われますけど人間はもう辛いし切ないなって、うん、そういう思いはあるんですけど、うん、だけどやっぱり一番は、うんね、このさっきも言いましたけど、うん、子供の人生は僕らの人生じゃない、うんうん、子供の人生はもう子供のものだっていうところ、うんうん、そこをこう、まあ、一番に、うん、ちゃんと子供の人格を大事にして、うんうん、この見ていって、うんまあ寄り添うっていうよりか、うんうん、子供と同じ方向を見ながら、うん、一緒にこう、うんね、悩んだり共に悩んで、一緒に悩んで、うん、一緒に揺らいで、一緒に揺らいでですね、うん、で、まあ、この富士虹の会なんて言ってますけど、うんうん、これはこの里であってあの、まあ、委託できた子供を預かって、うん、そこで一緒に暮らしてればそれでいいでしょって言えば、うんまあ、それでいいんですよ、里であって、うんうんうん、だけど、まあこのまあ、もともと社会福祉士としての考え方とか動きもあったのでやっぱり一緒に暮らす中で見えてくる社会の課題とかこの制度のこう溝とかそういったものに対して気づいたらちゃんと発信しなきゃいけないでそこに介入して社会を変えていかなきゃいけないんだろうっていう、うん、そういった思いはあるわけですよね、うん、なので、まあ、こういった会の活動を通じて、うんあのまあ、そんな社会変革なんていうとすごい大きいですけど、うんうんまあ、そういったことがこうちょっとずつでもこう積み重ねていけたら、うん、そしたら里親もこの子供たちも何年か先、うん、僕らと同じことで悩まなくても良くなるかもしれない、うんうん、そんな働き方をこうちょっとしているわけですね、うん、じゃあこの富士の虹の会っていうのは元々あった会ではないんですか、はい一児童相談所、うんごとに、一里親会があるといいねみたいな感じであるんですよ。なので東部児童相談所の地域には東部里親会があって、中部児童相談所のところには中部里親会、西部もそうですし、関部もそうなんです。で、平成22年の4月から富士児童相談所ってできたんですよ。で、その時に、じゃあ富士地区、富士富士宮が範囲なんですけど、
そこにも里屋会をっていうふうにこう言われて、で今まで東部里屋会の考えだったんですけど、そこからこう、まあ、分かれて、で、富士西の会っていうのを立ち上げたんです。22年の1年間は準備委員会として、まあちょっと動かせてもらって、で、23年の4月から、じゃあ、3年か、そうですね、あ、そうですか、そして、会長さんとして、いらっしゃるっていうことですよね。そうですね、あ、そっか、今お話聞いたら、やっぱりずっとやってきたその社会福祉、いろんな今までね、高間さんがやってきていたそのなんかお仕事の上でのことやら関わってきた中での本当にその制度のもう国で決められた制度でもそこの中の泉、そこも何か変えていくとしてやっぱり個人の思いというか、そこになんかできることをやろうっていうような、そうですね、重いですよね、でもそれが本当に行動になっていくと変わってきますよね。そうですね、変わっていってほしいなと思って、変わったと思いました。まずそこのやっぱ思いがその人の動きになって、だんだんそれって本当に社会って、こうやって変わっていくんだなっていうのをなんかちょっと思ったんですけども、今後ですね、坂間さんがね、このお仕事社会福祉士として、それから里親の会の会長としてとか、いろんな目線あると思うんですけども、なんか今後の夢とか展望って、夢展望はですね、もう、福祉施設とか、福祉の相談員とか、あと、里親とか、そういったものはもう必要なくなる社会にしたい、こういうのがこう必要であるっていうことは、やっぱり社会が弱いとか、社会が不健全であるとか、なのでこういったニーズがボロボロ出てくると思うんですけど、なので、本当もこう地域住民とか、そこの地区で一緒に暮らす人たちのこう支え合い、声の掛け合いが強くなっていけば、福祉の制度や施設とか里親も、ひょっとしたらいらないんじゃないかなと思っているんです、なのでそれがなくなる社会、これがまあ最大のところなので、まあ言ってしまうと僕の目指すところは自分のこう失業ですよね。ああ、なるほどね。ああ、目指すところは失業ですか。失業ですね。もう社会から福祉なんかいらないよって、もう必要ないよって言われて、で、僕がハローワークに並ぶっていうのが、F キャラさんのお世話になります。そうですか。そうですか。ああ、そうするとね、F キャラの存在もあるかどうかって。そうですね。今正直なんか今ね、ちょっと本当にすさんだようなことがいろいろ起こったり、なんか心痛む事件もね、いろいろある中で、今本当にそういうふうな関わりってことが改めて言われてますよね。なんかおせっかいおばさんの存在であるとか、頑固親父の存在であるとか、なんかだんだんやっぱり見て見ぬふりをしてしまう、それぞれが何かに恐れを持ってしまうというか、そういうふうな世の中になっているのはありますよね、今ね。そうですね。僕が暮らしている地域が富士市の中でもこう山間地、中山間地、で、まあ、昔からある地域なんですけど、その僕みたいなのはこう地域活動とかにこう参加しても、みんな声かけてくれますし、お年寄りの方々も、このおばさんたちも、みんな声かけてくれますし、で、何かこう、舞台があればこう一緒に発言させてくれるし、とかして、で、町内の人たちが、みんなの名前を知ってるんですよね。誰々ちゃんって言えば、どこの誰々ちゃんだよ、誰々ちゃんの隣の誰がどうでって、すごくよく知ってるんです。で、そういった地域がすごく、まあ、いいなというか、素晴らしいな。僕もそこにこう土地を買って家を建てる時も、最初土地ちゃんと造成されてなかったので、多少開墾みたいな作業が必要で、それを僕は鶴橋持って仕事終わりに行って、でザクザクやったんですよ、毎日。毎日。そしたら近所のおじちゃん家が出てきて、おお、どうしたなんて言って、で、僕の実家の近所だったんで、坂間さん家のお兄ちゃんじゃんって言って。
そしたらもう僕行くたびにみんな出てきて、すごくでっかい道具使ったりとか、車出してきてくれたりして、手伝ってくれるんですよね、楽しみながら。でもうそういう地域っていいなって思うんです。はい、なので、こういうのはこう、続くというか残るというか、こういうの地域っていうとどうしてもこう市の単位とか、あとニーズっていってもその希望がどれだけあるのとか、必要な声がどれだけあるの、じゃあ声がこんだけあるから取り組みましょうっていうことなんですけど、地区単位ですね、もう町内ぐらいの単位で見ると、この必要な声がいっぱいあるからじゃなくて、僕一人がこうこんな汗かいてやったら、それにその姿を見てね、あ、どうしたんだみたいな、集まってくる、そのぐらいのこう規模で、それが本当に地域の近いコミュニティというか、うね、まさに居場所ですよね、それぞれのね。はい、なのでもうその、地区単位、町内単位の発信をこれからもっと強くしていきたいと思ってますし、なんかすごい今日、なんかあっという間に1時間が経ちそうなんですけど、はい、いや、なんか、ごめんなさい、言葉にならないくらいの、なんかすごい自分の中に何かが湧き上がってるような自分自身も感じますね、本当に。坂本さん、最後になりますけど、若者へのメッセージをぜひ、若者へのメッセージをこの映像を通して、この向こう側にいるね、若者を見てくださってる方々に坂本さんからぜひメッセージを、思いを伝えてほしいと思います。カメラ目線でお願いしたいと思います。おじさんからのメッセージを。わのもんが。わのもんが。はい、お願いいたします。そうですね。気づいたことがあったら何でも動いてみるっていうのがとても大事だと思います。自分たちが小学校とか中学校の時にゴミが落ちてたら、気づいた人が拾ってゴミ箱に捨てなさいよって言われたのと一緒で、周囲にこう取り組まなきゃいけないような課題とか、これがおかしいんじゃないかな、これが変なんじゃないかなと思うところがあればですね、その気づいた人が動いてみるっていうのが、どんどんやってみるっていうのがものすごく大事だと思います。で、この声を出せば一緒に動いてくれる人が必ず出てくるので、恥ずかしがらずにどんどんこれやろう、あれやろうっていうふうにですね、声を上げて仲間を集めて、一緒にこう社会を変えていってもらいたいな、そんなふうに思います。はい、ありがとうございました。なんか本当に自分の中にもやっぱり強さを構築しなくてはいけないなみたいなね、のも感じました。いや、そうですよね、気づいた人がまずは発信していく、でそれをまた気づいた仲間が一緒にね、力をやっぱり一人だとなかなかできないことも仲間っていうことで動ける強さって出てきますよね。そうですね、そうですね、いや、すいません、なんか言葉が変わるんですけど、いや本当に貴重な時間をいただきました。仕事人図鑑、出張仕事人図鑑109回目のゲストは、社会福祉士の坂間隆さんでした。坂間さん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。すみません、上手じゃなくて、いや、そんなことないですよ、本当にこちらこそすいませんね、もうですよ。